どうも、エルザです。それでは、ラストオブアスやっていきたいと思います。さあ、なんとかね、地下は抜けてきたところなんで、さらに進んでいこうかなと思います。早めにエリーと合流はしたいけどね。ちょっとね、操作も思い出しながら、やっていこうかなって感じなんだけど、さすがに何もないか。お、あー、これ以上持てないか。そうだね、弾もっと持てるようになりたいね。お、作業台あるね。そしたら、なんか取れるものは、これだけか。さて、ロングガン。これはちょっと作っておこう。なんだかんだいるんだよね。ピストル。射程距離伸びるんだ。おー。マガジン、ああ、マガジン上限ね。まあ、悪くはないか。弓、リロード速度3つか。まあ、これで埋まった感じだね。まあ、これでホルダーが作れたんで。まあ、ショットガンでいいよね。まあ、だいぶ、いいんじゃないかな。ちょっと待った。今なんかあったね。5か。どうだ？作業できそうだ。20あったっけ？あ、13だね。13か。13は無理だね。まあ、できるだけね、隠密で行きたいんで。あ、ちょっと待った。こっちはいたよね、今ね。おぉ。激しめ。10。あ、意外と。意外と。よし、やるか。いや、結構見つかるね。マガジン上限を増やせば、単純にさっきの弾が2つ手に入るんで。無理。ああ、あ、そういうことか。リボルバーの方やったね。まあいいや。よし、行こう。いるねえ。やったぞ。よくやった。噛まれたか。今日は大丈夫だ。お前は？今日は大丈夫。よし、手分けしてまだこいつらの残りがいないかを調べるんだ。ちょっとね、矢だけは。で、一旦下がって。何もなし。奥に一人だね、あと。どう動く？よし！よし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 、危んな。
ちょっとね、矢の回収だけしっかりさせてもらって。今日は、今のところ、エイムは冴えてるね。持てない。3つ。ダメか。アイテム取れないか。あー、まだいるね。1人、あー、2人か。ほい。警戒しておけよ。あ、意外と動かないか。それはそれで困ったな。結構思ったよりもしっかりしてる。いやー無理やね。今の聞こえたか？あ、力だ。いいぞいいぞ。そこで止まっちゃうか。バレるね。ちょっとこっち逃げて、あれバレるか。見つけろ。絶対逃がすな。こっちを見てくる。どう来る？どう動く？ダメかー。痛い。んーにゃー。よし、もう結果おらやね。あー、そうかー、ダメやな、お水我慢ができん。あー、よし。ちょっと落ち着こう。落ち着いていこう。あかん。この流れはあかん。いやー、ステルスね、頑張ってしたいんだけど、僕ダメなんで、ステルス症に合わんね。あー。いやー、なんだったんだろうね。あの、メタルギアの時は、あ、でもメタルギアもガンガン撃ち殺してるしな。症に合わんちゃろうねー。やったー。あ、レンガね。しかもね、意外と避けられるんで、殴ろうとしたら。それも結構、痛いね。お？さあ、これを持って。こっちかな。あ、通れない。あ、とかだ、ここも通れないよね。あ、いや、そこでいいのか。
いやほい。いやで、ショットガンをね、無駄に使ったんでね。ちょうど5発。上がると。やばいやばいやばい。それはきついって。おお。お、取れるか。あー、惜しい。やばい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 。お。私が殺しちゃったんだね。エリー、やっと合流できた。ムカムカする。だから下がってろって言ったろ。おかげで助かったんじゃない。俺の頭も吹き飛ぶかと思ったよ、クソガキが。何なのその態度。ありがとうぐらい言えば。お前のおかげで俺は助かった。大変だったろって、それぐらい言ってくれてもいいでしょ。もういい、行くぞ。わかったよ。うん、一理はある。全然、めっちゃ助かったからね。一理はあるよ。まあでも子供に打たせたくないっていうのが強いんだろうね。ん？ SRA。サラ。サラ。さあ、アイテム探していきますか。なんか見つかるかな。そこで待ってろ。でもこっち行けるってことはありそうだよね。どこへも行かない。あー、戻りてーな。工具てか武器強化で戻りてーな。お、あー、ナイフね。意外とパッと手に入るね。よし、こんなもんか。まあでもそのパッケージにはエリーがスナイパーライフルかなんか持ってるんで、そのうち一緒に動くんじゃないかなとは予想してるんだけど。早くここから出て橋を見つけないと。どこに行けばいいの。こいつがうんざりだ。お、これ以上持ってない。ナイフか。取れる物資は取れるだけ取っときたいね。瓶。こっちも。お、タグ。あ、いいね。ハサミが見つからないんだよな。あー、これ以上は持てないか。いやー、でもなんかな、弾のストックはめっちゃ欲しいなーって思う。でもこんだけ弾が出るってことは、おっ、サバイバル強化ができるようになったと。まあ刃物足りないからな。ほい。違う。ちょっと待ってね。構えて。違う。これか。はいはい。
あのドアから出られそうだ。上か。上の行き方がわかるか。うん、うん、うわこれ見て。そいつは南の国やね。背景だ。みんなそれの前で写真を撮るんだ。ええ、そんなの知ってる。めちゃくちゃめちゃくちゃ拗ねてるよな、さっきから。あなたの考えは分かった。話すことはない。そのまま行って。これを使って通れるかもな。ほう、あーこっちか。ん、え、そういうこと。あ、違う、こっちね。よし、おい、手を貸せ。私で役に立つかな、エリー。じゃあ、押せ。まあ、一人よりかはね。もっと押せ。これでどうや。雑音やったな。さーて、登って、でもあんだけなんかいろいろ落ちてるってなると、出てきそうだよね。さあね、あの軽いフットワーク見せながらちょっとやっていきますか。さあ、サザエゲティッシュ忘れずにね、集めないとね。いや、何もなさすぎるのが続くのもちょっと怖いんだよな。そこ出れる。ってことはこの辺りなんかないかな。瓶か。開けれたらいいんだけどね。お、外。これは、こっちか。よく聞け。俺はあいつらの間を突破する。私は。お前はここにいろ。バッカじゃないの。二人でやった方がいいに決まってるのに。分かってる。銃には自信がありそうだったな。こいつは使えるか。ああ、撃ったことあるっちゃあるけど。相手はネズミ。ネズミ？エアガンで。そうか、似たようなもんだ。構えろ。いいか、ものすごい衝撃だからストックに体重をかけろ。エアガンとは違う。分かった。ああ、ボルト引け。そこを掴んでスライドする、うん、そう、一発撃ったらすぐ新しい弾を込めるんだ。よく聞け。奴らに見つかったらお前の援護が頼りだ。いいな。任せといて。頼むぞ。確かにさっき俺が助かったのはお前のおかげだよ。言えるじゃん。どっちが大人か分からんけど。バカヘマをこきやがって。物を盗むんだったら見つかっちゃダメだ。俺だったら。みんな死んじまった。こいつ何を言ってるんだ。落ち着け。4人死んだ。いや5人。何者かが76エリアの見張り全員を殺しやがった。クソ、ボスには言ったか。ああ、しっかり守れってさ。門を見張るんだ。よし、聞いたな。くまなく探せ。誰も通すなよ。マーキングができるのが辛いよね。まあでも、奴の勘違いだ。仲間のことだ。全員もやれるはずがない。だが本当なら軍が戻ってきたもんな。ん？軍はこんなところ気にしちゃいない。よし、いける。よし。
いやパッケージ通りになってきたね。ちょっともらうね。あそこで見てるわけだね。いやー怖いねー。危な。てか、ヘッドショットじゃなくても良さげだよね。さて、こっそりと。あ、いいね。パーツいいね。今んとこ順調。ん？あ、ははは。なんかゴリ押しで隠したね。あとは、1、2、3人いたような気がするんだけどな。そこ一人。よし。ヘッドショットじゃなくていいならまだまだ気が楽やな。ちょっと待った、近くいないね。あの裏だね。さあ、今のところ順調？あっぶな、中いるじゃん。これはさすがに無理か。さあさあさあ、よしよしよし、これで、これで、よし。いいね、いい感じだね。ハサミ月中で、ちょっと強化して。いいね、なんかゲーマーっぽいね。こんなにいっちゃるから後でやられるんやろうな。そこに一人？上か、上。正面。どっかから入れんかな？上から狙えるんだったら上から狙いたい。あー、つながってるね。ちょっと待った。上、下二人。はあ、はあ。落ちた！矢が、あ、矢はあるのか。すげえな。いや、やめるか。中には入れる。よし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 。順調順調。あとは下にいるやつがどうかって感じだね。そうだね、全部3つずつしかまだ作れないからしゃないか。あ、はあ、しかも下に降りれない。
やっぱダメージ入るよね。で、いいパーツ。取れはしない。あっぶな。いや、絶対バレたでしょ。確実に。よし。できるだけね、ちょっとね、エリーには攻撃させないようにしたいんで。奥だね。あと一人奥。あ、違う違う違う。こっちこっち。どういう、どうい、はい。あ、一本無駄に。あ、二本無駄になったね。折れちゃった。さて。こんなもん、やっぱ。ちょっと、アイテムだけ。アイテムだけ。隔離室というか、拷問室というか、なんというか。危な。はい。呼ばれんかったな、今。いやー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし。やばい。珍しいぐらいにうまくいってるぞ。あれ、でも、終わんないってことはまだいるって。できるだけヘッドショットの方が、え、君、横。ちょっと待って、味方さん。まあまあまあ、ありがとうございます。まさかそんなステルスだった？そんないいステルスだった？びっくりやわ。あとは、そうだね、右側はほとんど処分したから、左、行ったー。あれはなんだ？俺も聞いた。気をつけろ。で、さらに、こいつをあっちに投げるって感じか。あれ？もしかしてこれ、増えてる？2人ぐらいなら増えたね。はい、一撃。モルトフ、多分今落としたよね。よしよし。あれ、もしかして、いや、倒してないよね、さすがにね。あー、どんどん増える感じか。増えるなら、まあ、お、大丈夫かな。よし、降りてこい。よし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 。まあ一応活躍したね、エリーもね。いやーでも人を撃つって後味悪いよな。ということはその銃も預けるのかな。
どうだった？小さいお前にはこっちの方が合う。やばい時にだけ使え。わかった。やばい時だけね。まあ弓矢よりかはね。外し方わかるか？わかってる。おいいか、ちゃんと注意するんだ。これは気をつけるよ。よかった。もう親やね。まあ過去のことは知らないからね。なんでやったら銃使わせないんだろうとか、そこら辺は何とも思わないだろうね。さあ先行きますか。こっちでいいのかな。ああ、これ登っていく感じだね。アイテムも特に回収しきった感じだし。そうだね、モロトフももらったしね。ん？あれ？これではない。どこどこ？どこ行くの？次。いやー、でも3人立ってるのはちょっとびっくりしたね、敵がね。あー、こっち通れたんだ。あー、気づかなかったな。あの上から行く感じか。あ、じゃあ結構普通にまともなルート通って攻略してたわけだね。じゃあどっから行くんだ。もう普通にこれでいいのかな。あ、普通でよかったね。あ、シャッター開けて、チェーンが動かないよ。待って、急いで。わかった。あ、ナイスナイス。はい、よし、いい案だ。手を貸してくれ。行くよ。そうだね。お、マジで？もういいぞ。おお、危ない危ない。ちょ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 。いい具合に道の邪魔を。あ、やっぱ使うんだね。こっちアイテムはないかな。よし。そうだね。そしたら時間的にも一回切りがいいんで、動画の方はここまでにしたいと思います。ライブは引き続きやっていきたいと思いますので、お待ちください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあ、またな。